はいどうもひこまです。この間後ろのアイアンゴーレムトラップを作りました。無事に稼働しております。今回はその横にファントムトラップを作りたいと思います。私が放置してやられたファントムです。ファントムっていうのは3日間寝ずにいると空に現れます。まあ放置対策なのかなと思えなくもないです。私はまあまあとやられました。たまに出てきてちょっかい出してくるんですよね。空高いところからの攻撃なんですけど、結構ね命中率が高いです。ピューって空から飛んできて、主人公がね早く移動して手も当たってきます。結構なロックオンです。今回はねそんなファントムを買ってしまいます。でアイテムファントムの被膜を手に入れてエリトラを修理しやすくします。まあ、修繕のエンチャートついてるんでね、まあ、そうそう壊れることはないと思いますけどね、まあ、あると安心なんでねファントムの被膜をゲットしていきたいと思います。構造は至って単純です。どの辺に作ろうかな、この辺に作ろうかな。1,2,3,4,5 おい1,2まあ積み重ねておきましょう。で屋根を作ります。どれぐらいの鎖しましょうかね。もう1ブロックぐらい増やしておきます。もう1ブロック増やしておきます。もう1ブロック増やしておきます。こんな感じにしておきますか。 9×9 にしておきましょう。こんな感じ。透明なブロックだと頭の上にファントムが発生するそうです。発生するつってもかなり上ですけどね。で引っ掛けるところを作ります。こんな感じです。これで待機しててファントムが発生したら攻撃してきます。ちょっとマスのところに入ってこれない。なのでファントムは下がる。でここに引っかかる。それを私が攻撃します。構造は至って単純。柵で覆っておきます。一応安全のため。ゾンビとか来るかもしれないですからね。うおーなんてこった。ちょいちょい上にこうやって連なっちゃうんですよね。出入りがしやすいようにカーペットを敷いておきます。ここから入ります。まだ一晩目かな。あと二晩待ちます。一応湧き潰ししておきますか。ではゴーレムトラップでも見ながら待機します。よしよし焼いてます。3日目の夜になりました。次の夜から現れるはずです。夜がやってきました。こんな夜を楽しみにしたことはなかったです。本当ガラスの下で湧くんかな。配置につきました。お来た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 。まずは1匹目来るか来るか。来たー。いきなり成功です。そしてファントムの被膜を落とさず、いきなり来ました。早いな。ここにいればねどんどんやってきてここに引っかかるそうです。嬉しくて今そこで倒しちゃいましたけど、光を通すブロックなら湧くはずです。湧かないんだが。外出ないとダメなの。もっといっぱい湧いていたはずなんだけど。来た来た来た。やっぱ外か。どうだろう、来るのか。来たか。来た、来ない。来た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 。来る来る。来た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 。オーケー、まずは1匹。本当の狩りみたいだな。まあ自分がおとりですけど。外に出ない、外に出ない。あ、この柵は一応役に立ってるんですね。外に出ないようにしてます。うわははは、よくも私をやっつけて。あー、いって逃げた。逃げちゃうんだな。おーい、ここにいっぱい溜まるぞ想像していたんだけど。柵2段にしてみるか。うわわ、シャッシャッシャッシャ。どうなってんだこれ。なんかガラスの下は開かないような気がするんだけど、ここ一つ割ってみるか。そうするとここに直接来そうなんだよな。こっから入ってきてくれないと困る。カモンカモン。うわ、ゾンビ。やっぱゾンビも来るのか。かなり湧き潰ししてますけどね。こういう時に限ってファントムがあまり出てこない。アイアンゴーレムトラップはちゃんと稼働してるかな。出てこないんだが。ここにいても湧きました。ちゃんと湧いてます。ただこっちに入ってくるかどうかです。なかなか入ってきそうにないな。お、ん、こっか、ん、あ、ダメか。躊躇して行っちゃいました。真ん中を開けてみます。これでさらに引き寄せられると思います。あ、夜が開けちゃう。柵2つはダメだな。この位置はもっと考えないとダメだな。あ、夜が開けてしまう。おい、こっちだぞ。なかなか来ない。走行するうちに夜が開けて燃えてしまった。やつらは太陽の光に弱い。また待たなきゃだ。ちょっとねこの辺作り直してみましょう。ここでいろいろやっててもね無駄にならないほうがいい。知らぬ間に鉄が溜まってますからね。ファントムトラップどうするべきか。もうちょっと考えよう。再び夜がやってまいりました。ワイワイ。柵を一つ手前にしてみました。こっちは前と同じ。このスペースが3マス、こっちは2マス。あとこの辺のガラスをどけました。
よりファントムに、ね、察知されやすいようにしました。カモン、この足場に待機したらね、やってきたようにね、来てくれ。足場を見ると思い出す。来た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 、うーおー、余ってます余ってます。あ、これいいな、グリグリしてます、グリグリ。君はもう出れないのだよ。もう一匹出てます。あ、2匹、あ、1匹逃げた。あれ、どうやって逃げた。結構警戒してるな、後ろから来そう。ここにいましょう。来ないな。1匹逃げられちゃったかな。どうやって逃げたんだろう。ハーフブロックじゃ逃げられちゃうのかな。2匹確認しております。3匹、来ないな。もう少しいじらないとダメかな。来た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 、うおー、跳ね返された。もう一段高くするか。届くよね。どうすべか。あ、4匹いる。すごいな。普通だったらすぐ襲ってきますからね。やっぱダメなんじゃないかなと思います。屋根ももう一段階縮めるか。夜が明けるとまた待つのが長いな。屋根の幅をね、狭めてみました。来い来い来い。4匹もいる。最初の1匹はすごいうまくいったんだけど。来た、ダメだ、引っ返しちゃう。俺はここだぞ。来ないっすね。1,2,3,4,5 匹もいる。俺はここだぞ。どうこっちに誘うかですね。来ないっすな。どうしたんだ、外にいるぞ。来た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 、来た来た来た、来た。一応来る。悔しがってます。お、はまった。ファントの被膜出さず。そうこうするうちに夜が明けてしまいます。また燃えちゃう。どうやったらおびき寄せられるかな。こっちだぞ。燃えちゃいました。また次の夜を待ちましょう。再び夜がやってまいりました。この時を待っていた。ちょっとね、引っかかりを深くしました。多分深く引っかかるんじゃないかなと思います。深く下がって出ていかれたら終わりですけど。あと一応ね、足場も崩しました。足場がダメってことはないと思うんですけどね。足場でやられましたからね。あの時の貪欲さを見せてくれ。出てきました。しばし待機です。ファントムが好きな餌とかあるといいんですけどね。この辺に撒いておくんですけど。来るか来るか。今のところ3匹。最初の勢いはどうした。お、また湧いた。4匹。起きたと思ったら来ない。何かを警戒しているようです。最初の1匹目はすごい勢いで来たのにな。後ろに入ってるなんてことはないね。外にいるとすぐ攻撃してきますからね。やっぱり何か警戒してるんですね。このトラップの存在がバレてんだろうか。この柵がよろしくない。お、来た来たと思ったけど、どっか行っちゃった。ダメだな。お、来た、こっちだよ。自分で誘わないとダメだな。かなり誘った。そして出れない。おお、出れるのかな。あ、その隙間出れるのか。やる、1ブロック出れちゃうのか。なるほどなるほど、一つ学びを得ました。ここに来そうだな。お、来た、作業を始めたら来た。ここ塞いときましょう。1ブロックの隙間なら抜け出れないはず。おお、来てる。おお、引っかかってる。お、ファントの被膜。来た。うわー、ここだよ、ここ。ファントムの被膜ゲット。こうじゃないんだよ。ここに入ってきて抜け出れない感じが理想です。あと1匹になっちゃった。1日に発生する量限られてるのかな。うーい、おーい、こっちだぞーい。お、2匹目発生した。お、3匹目、入ってこないな。そうこうするうちに夜が明けてしまいます。あー、ダメだ、夜が明けてしまいました。燃えていく。再び夜がやってまいりました。こんな感じにしました。ところどころ穴開けるのはやっぱりやめときました。侵入経路はね、限られた方が入ってきやすいでしょう。まあ、結局は最初のやつに戻った感じですけどね。この引っかかりが深くなりました。どんどん湧いてくれ。ほんと隣にアイアンゴーレムトラップがあってよかったです。試行錯誤してる間にも鉄が溜まります。
あ、出てきました。真ん中で待機です。今回はね、ここから動かずにいましょう。変に動いちゃうからダメなのかもしれない。カモンベイビーファントム、来ませんな。お、来てる来てる、入ってた。いつの間にか入ってました。深くしたので抜け出れない。どうよどうよ。うん、おお、動いてる動いてる、お、動いてる動いてる。結構抜け出ない感じです。もういいでしょう。OK です。ただファントムの被膜落とさず。あ、もう一匹入ってる。いつの間に。やっぱり深くしたの良かったかな。ただ届かない。落とした。ファントムの被膜落としました。3個落としました。まあ相当にね、相手にボーナス3がついてるのが大きい。いつの間にか入ってた。こういうのを待っていた。なんか本当にね、罠を工夫してる感じでとてもいいです。もう来て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 、おーしょいいぞ。今いい感じ捉えました。やっぱり私に向かってきてるんですね。このガラスに阻まれました。でここに引っかかるって感じです。もう下には行かないのかな。お、くるくるくる。危ない。お、抜け出ようとしてます。おっと、抜け出、お、すごい。うん、ナイス。トライしてます。トライしてます。トライしてるけど出れない。いいぞいいぞいいぞ。これ以上下には行かない。ナイスです。まだトライしてる。よく考えられてます。深くしたのが功を奏して、出れないか出れないか出れないのか、どっちなんだい。出れないのか、どっちだい。出れないどっちだい。出れない。お、来た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 、ドーンこれですこれです。では取ります。ただ深くした関係でちょっとね、剣が届かない。微妙な距離です。オッケーオッケー。お、また入ってきた。おー、2匹連続、素晴らしい。剣がちょっと届かないのがなんだな。としました。あ、また入ってきた。オッケー。今のちょっと微妙だったな。上に行って落とす。おお、はい。お一人様入ってきました。OK です。おお、こんなところに。すごい攻撃的です。こんなところに入ってきました。入ってきました。OK です。あ、終わっちゃった。結構狙ってきますね。あと1匹います。あと2匹。3匹。夜が明けてきました。もうそろそろ燃えちゃいます。来ました。ウィードーン。もう抜けちゃう。燃えちゃいました。最終的にこんな形になりました。これだと結構溜まる感じです。ただ、ファントムの被膜はあんまり落とさない。今3匹倒しても1体しか落としませんでした。ボーナス3ついててこれですからね。そんなたまらない感じです。また来ました。グオン。この軒下もね、短い方がいいみたいです。あ、行っちゃった。あははは。行っちゃったよ。落ちた。オッケー。やっぱ外にいた方がいっぱい来るな。やっぱ場所が悪いんだな。お、どんどん来る、どんどん来る。これがファントムの被膜です。今みたいにもっとね、攻撃してくるようにしてほしい。お、来て来て来て。え、出て出て。あ、いっちゃった、いっちゃった。ここだとどうもダメなんだな。もっといっぱい来るようにしてほしい。そんなわけで、ファントムの被膜、これだけ溜まりました。普通にやってこれだけ貯めるのはね、大変ですよね。トラップなんですけど、あれからいろいろいじりました。かなりいじりました。これ全部ファントムトラップです。最初この地上に作ったんですけど、ファントムの攻撃にね、ムラがあるんですよね。なんでかなと思ったんですよね。で、たまたまファントムは猫を嫌うということを知りました。で、周囲を見るとね、山猫がいるんですよね。なもんで山猫がね、近くにいるときにファントムが襲ってこなくなるんじゃないかなと思います。こういうね、地上に合うタイプだと山猫この辺まで寄ってきますからね。
でいろいろまあ作ったんですよ。あっちにも作ってますファントムが引っかかりやすいようにね、こうやって凸凹にしてみたりしました。これもなかなか悪くなかったです。この一マス分のところにね結構引っかかります。ただ最終的に選ばれたのがこちらです。これですね。ここに入ってきます。これでファントムの被膜一晩で40ぐらいいきました。まあめったにいかないですけどね、最高記録が40ぐらいです。ファントムの狙いがプレイヤーにいる位置に対して正確なんですよね。なもんでこの上下の位置でね、どこがいいのかなとか調整してみたりしてみました。でこの傘からねちょっと離れた方がいいみたいですね。そうしないとファントムがここにかかって入れない可能性があります。プレイヤーが下にいればファントムがね下の方に来るんで、ここに当たって上に行きます。もう少しで日暮れなんでちょっとやってみましょうか。あとこっからだとアイアンゴーレムトラップがよく見えます。たまにここに2体が引っかかってるんですよね。その場合は弓矢で倒します。こっからね、そんなわけで日暮れです。速攻でファントム攻撃してきます。このラマが邪魔ですね。来ました、すぐ来ます。当たって上行きます。でここに引っかかります。でこのファントムクセモンでね、ちゃんと作らないとスーって逃げます。よくできてます。ただ捕まってるだけじゃないんです。なんとか逃げようとします。それが面白くて、ね、ずっとこのトラップ作りしてました本当の生き物を捕まえてる感じです。こんな風に回収します。最高で5、6匹溜まるのかな。くしくもね、この足場に待機しててやれたわけですよ。今はね、この上り下りに利用させてもらってます。足場にいてもファントムは攻撃してきます。実証済みです全ロスしましたからね。どんどん入ってきますからね。また攻撃してます。どんどん攻撃してきます。被膜もどんどんゲットします。どんどん入ってきます。剣にね、アイテムボーナス3をつけるのを忘れずに、これ重要です。これつけててもそんなに落としませんからね。アイテムボーナス重要です。どんどん入ってきます。あー抜けちゃった。こういう時もある。ちょっとね、自分の身をね危険にさらした方が食いついてきます。うわー思いもしないところから攻撃してくることもあって驚きます。てなわけでファントムトラップでした。どんどん入ってこーい。最後にファントムトラップは猫に注意です。